じゃっかじゃーん、おはようございます。米国株の朝のニュースです。1月24日水曜日です。はい、それじゃあですね、今日は早速ネットフリックスの決算速報からいきましょう。なんとですね、時間外で 7.6% も上昇してます。はい、一時期はネットフリックスショックなんてあってね、ドカーンと 20% ぐらい下がったことがあったんですけども、今日はいいですね。はい、ネットフリックスは価格を値上げしてパスワード強化取り締まりに取り組んでいて、広告サービスこれも拡大ですね、利益拡大に注力してきました。前の四半期は基本プラン2ドル値上げして月額 11.99ドルとして、加入者数の合計は再び増加すると予想されていました。10月は第3四半期に有料会員数876万人増加し、2億4700万人になったと発表していたんですけども、さあ今回どうなったか見ていきましょう。はい、まずはですね、今日はなんと1時間寝坊してしまったので、ですね、米国株投資家小葉さんの、ポストをですね、ちょっと拝借いたしまして、見ていきますと、 EPS ミスってガイダンス、これもね、売上 Q1 ね、予想届かなくて、罰が見えるような、状況ではあるんですけどね、今日株価大きくね、上がりましたね。はい、これはですね、第4四半期の加入者がなんとね、1310万人も、上昇したと、いうことですね。はい、これはね、すごいですね。この、バーチャート見てもね、ものすごく増えています。これは、第4四半期としては過去最大の加入者数ということで、予測897万人をはるかに、上回りました。これで総会員数はですね、2億6080万人ということで、大幅に、増えました。はい、そしてですね、あとはですね、発表としてはですね、為替レート、こちらでですね、非現金損失2億3900万ドルが EPS に、影響したという発表がありました。また2024年通年では健全な2桁成長が見込まれると、述べましたが、ちょっとね、ガイダンス売上の方は、届きませんでしたね。そしてですね、ネットフリックスは広告はまだ収益成長の主要な原動力ではないとはしてるんですけども、2025年までにはそれを変えることを目指しているということで、まあ、広告ね、やっぱり大事ですね、取り込んでいくということです。そしてネットフリックスがですね、ストリーミングの、戦いにですね、勝利したことがますます明らかになっていると、バンクオブアメリカは、述べていますね。はい、ね、今後に目を向けると、昨年のストライキで一部タイトルの発売とかね、これが延期になったんですけども、2024年、大胆な計画を立てていますよということですね。はい、そしてね、ネットフリックスはストリーミングサービスの中で月間解約率が最も、低いとね、いうことなんですね。はい、これはね、かなり内容やっぱり充実してる証拠だとね、いうことですね。12月、解約加入者わずか 2%、どうでしょう、 2% なんか多いような気もしますけども、他はもっと多いということですね。広告付きバージョンのアクティブユーザー世界全体で2300万人となり、11月の1500万人から増加と、いうことなんで、広告付きね、安いからですね、どんどん増えていってるみたいですね。そして、今朝はですね、新しい発表として WWE プロレスのですね、番組、これをね、契約するということで、独占配信なんと50億ドル以上ということで、まあ、アメリカ、世界もね、これプロレスって人気あるんでしょうかね、すごい金額、投入してますね。はい、このままね、どんどん拡大していきますね。世界の人口今80億人でしたっけ、まだまだね、2億人、3億人届いてませんからね、まだまだ拡大余地はあるということでいいんでしょうかね。はい、ネットフリックスの決算、明日の、市場にですね、いい影響を与えるんじゃないかなとね、いうとこです。はい、じゃっかじゃん。じゃあ次は市場をね、見ていくんですけれども、今日はこの1日の動き、ナスダックと SP500 は上昇していったんですが、ダウがですね、もう初日っていうか、スタートからマイナス、ずっとね、今日は低空飛行という流れになりました。
はい、そして今日は大型株が良かったですね。小型株はマイナスといった状況ですね。そしてヒートマップを見てみますと、全体的に一応ですね、まあ、グリーンには見えるんですけどね、今日ダウの足を引っ張ったのは日用品工業品メーカーの 3M、 ここがね 12% も決算で下がっちゃったとね、史上3番目に大きな損失ということです。そしてあとジョンソン&ジョンソンもですね、決算発表後 1% 下落です。ベライゾンとプロクター&ギャンブル、まあ、P&G ですね、ここは上昇してダウの損失をですね和らげたということです。はい、そして両社のですね、この決算を受けて、まあ、投資家は一応買いをね入れたということで、まあ、ベライゾン 6%、あと P&G がですね 4% 上昇ということですね。そして今月ですね、 NVIDIA 20% 以上上昇しているということなんですけども、対照的に小型株ラッセル2000などはね 2% 下がっているということで、まだまだね、一部の株がですね市場を引っ張っているという状況変わりませんね。はい、そしてこの小型株が上がってくると本気になるんですけどね、なかなかどうでしょう、来そうで来ないですね。そして、次はねテスラなんですけど、今日プラス 0.16% で上昇してはいますね。はい、そしてね、こちらジム・クレーマーさんの、発言なんですけどね、明日テスラね決算があるんです。明日の引け後ですね、ということで非常に注目されてますがね、ここねテスラのここのところ3回決算後ね、だいたい 10% 近くね3連続で下げてきているということなんですけども、ジム・クレーマーさん、テスラが低迷したらもうイーライ・リリーをマグニフィセント7にね入れますとねいうことをね言ってるということなんでね、これは逆にテスラ上がるんじゃないかとね市場の期待が高まっております。今イーライ・リリーは時価総額6000億ドルですね、初の1兆ドルを超える製薬会社になるということをね投資家の発言を引用して、ジム・クレーマーさんが言っているとねいうことですね。イーライ・リリーは糖尿病と、原料薬が有名で史上最大の、薬になる、可能性が、ね、あるとねいうことですね。はい、イーライ・リリーは、年初から好調ですね。はい、ちょっと今、中旬から少し下がりましたが、今日はマイナスの 0.19% となりました。はい、じゃっかじゃーん。じゃあ次なんですけども、次はですね、中国の、ね、ニュースでいきましょうかね。いろんなところ、まあ、アメリカが強くても、中国とか新興国が悪かったらどうなんだと、なるんですけども、こちらはですね、中国政府がね、なんかすごい、株式市場を救済するということで、国有企業が中国本土以外に持つオフショア口座などから、約41兆円を原資に使う、安定化基金を検討ということですね。これはまあ新NISA効果よりも金額的にはねでかいですね。1月18日までに新NISA には5449億円が入りましたけども、まあ41兆円ですから75倍ぐらいの金額をですね投入して支援と、まあ、まだ正式発表はないんですけども、まあ、そろそろね今週にはあるんじゃないかなということですね。さらに中国証券金融や特金投資を通じて3000億元の国内資金を本土株への投資に割り当てたとね、いうことなんですね。そしてこのニュースをね受けてね、中国株今日はね結構な爆上がりを見せてまして、 CEV 9.52% 上がりました。さすがにいい加減ボトム来るのかまだ下がるのかね、注目ですね。今後、切り返しがあるんでしょうかね。はい、それじゃあですね、次に、いきますね。次はね人気株のニュースということで、まあ、アップルなんですけど、今日はプラスの 0.67%、 マグニフィセント7は 1% はいかないんですが、みんな上昇して、アフターはネットフリックスが良かったからかね上がってきてますと。でアップルも、すごいですね、17日からゴゴゴゴゴと、強力に上昇してきてるんですけども、今日はねそんなに、いいお話じゃないんですけど、まあ、注目度も低いかな。アップル、自動運転の計画ダウングレードということで、レベル2に引き下げると、従来計画レベル4からダウングレード、最初はレベル5だったんですけどね、
さらに2026年から28年に延期ということなんで、まあ、自動運転というかね、もうこのアップルカーね、もう、誰も期待してないんじゃないかなとはね思いますね。はい、そしてね、次はねちょっとね昨日見落としてたやつがあるんですけども、 DWAC、 これねトランプさんの SNS すごい陽線が、立ってますけども、今日はね一時期もっと上がってたんですが、ちょっと戻って 2% で終わりましたね。昨日なんとね 88% もね爆上がりしてました。これいや、しまったな、ちょっとこれはちょっと見落としましたね。入ってないといけなかったんですけどね、この選挙前。はい、ね、これねトランプ旋風でミーム株、ちょっと湧き上がってるというニュースがブルームバーグが、取り上げてましたね。PSQ ホールディングスっていうところなんかは22日の取引で、25% も、上がったということで、これはねウェブサイトでトランプさんの支持層向けに、政治をテーマにした商品を販売するとねいうことですし、他もねなんか関連がですねものすごく上がったりしているということですね。はい、ちなみにさっきの、PSQ ホールディングスなんかは、9ヶ月間の売り上げ300万ドルなんですけれど、企業価値はね1億4400万ドルと、ちょっとね急落しそうな感じですね。このトランプさんの SNS なんかもね収益化とかはきっとうまくいってないと思いますしね、不具合でなかなかね始まらなかったんですよね。はい、ちょっとね今後どうなるのかねよく見ていきたいなと思います。もしかしたらねどんどん上がっていくかも、下がったら、買い場かもしれませんね。はい、ジャッカジャーン。じゃあですね、市場を、指数、ビックス、金利など、見ていきますけども、ですね、1月の FOMC は据え置きがもう 97%、3月ね、利下げあるかどうかはまだ微妙ですけども、もう利下げないよというのが少し優勢ですね。で、5月に、利下げあるかどうかっていうのは、まあ、一番強い、51% の確率で5月から、利下げ開始、あとは怒涛のようにね、下がるということですね。はい、今結構ね SP500 このまま行かないですよという警告みたいなね予想がいっぱい出てますけども、まああんまり、気にせずにですね淡々と、まあ、長期投資家さん、積み立ての方はですね行っていけばいいかと思います。たくさんまあ晒しておけばですね、その分もちろんですね心配もあるんですけど利益も、増えていくとねいうことに、なります。はい、そして恐怖と欲の指数は結構上がってきましたね。もう少しでエクストリームグリード、この辺行ったり来たりといった状況ですけど、ネットフリックス上がりましたからね、明日ガーンと突っ込んでくれるぐらい盛り上がったらいいですね。はい、そして、今日の、はい、ドル円なんですけど 148.35 ですね。日銀の、発表がありましたけどね、政策金利は大方の予想通りでした。金融政策は現状維持と、日銀のメインシナリオに沿って、経済物価進んでいてマイナス金利解除の時期は、近づいていると言えるようですね。4月の 59% を筆頭に7月までのマイナス金利解除を見込む回答がなんと 85% に達したということです。はい、植田総裁目標実現に向けた認識を 前進させたということで、次回の、3月や4月の会合で政策正常化観測を後押ししそうということですけどね、これいつもやるよやるよ詐欺みたいなのでもうずっとね、伸びてますけどね、本当にやるのかという状況とね、ちょっとどうかなと思うんですけどね。はい、10年金利はね じわじわと、上がってきてる状況です。つなぎ予算は、認められましたけどね、今度3月の初めにまた、期限が来ますからね、綱渡りは、続いているという状況ですね。はい、そして恐怖指数はもう下がってますね、12.54 という状況です。1日ビックスもそれほど動きはない状況となりました。はい、今日は仮想通貨イーサリアムが、大きく下げてますね。そして今日の指数ダウジョーンズ、マイナスの 0.25%、3万8000ね昨日初めて超えたんですけどね、ちょっと休憩となりました。 SP500 も、まあ、好調な形ですね、プラス 0.29%、 ナスダック総合プラスの 0.43%、 そしてラッセル2000ですね、昨日は、
2% も上がったんですけどね、今日は、マイナスの 0.36% となりました。まだね、ラッセルとダウはね、ダウよりかラッセルの方がまだ上値はねありそうですね。大統領の年は2000年以降は全部ラッセルが SP500 を上回っています。はい、それじゃあですね、次はちょっとね、あの時間あるかな、あのちょっとね、だいぶ今日目覚ましが鳴らなくてですね、ちょっと困っちゃったんですけども、UAL 目覚ましならなくてもいつもは起きますけどね、ユナイテッド航空決算、昨晩あって 5.3% の、上昇ということですね。はい、こちらはガイダンスで EPS Q1 ねミスってるんですけれども、24年度の EPS はガイダンスクリアと、なりましたね。であとですね、やっぱユナイテッド航空が保有するボーイングの、運航停止の機数がね79機とね最も多いということで、ちょっと1月はね飛行機ほぼね飛ばせないと想定しているということですよね。はい、ボーイングの該当ケアですね。はい、けどまあ上がりましたよということで、これはね、航空株良かったということ、決算自体はちょっとバツがついてるんですけどね、上昇です。あとね、 GE ですね、はい、予想を下回る見通しということでマイナス 1% となりました。アフターではね 7% 下がってたんですが、一応ね回復していったということです。 EPS 売上は、クリア、売上成長率 15% でした。これが194億ドルの売上ですね。そして、ガイダンスは EPS をミスと、売上高、Q1 は一桁台後半の成長を見込むということですね。はい、これはねジェットエンジンなどね作ってるところの部門があるんで、ボーイングねこの先ずっとね仕事がねあるからですね、ここはねいいだろうということですね。あとまあエネルギー部門とですね、今年分社する予定となっている、GE です。はい、チャートとしてはずっと上がってきてますね。次はジョンソン&ジョンソンです。はい、今日はマイナス 1.64% EPS 売上、クリアということですね。ガイダンスは24年のEPS ミスということなんですけども、売上はガイダンス24年通年はクリアということですね。売上成長率は 7%、増加でした。売上高は、214億ドルとなっています。はい、ちょっと長くなっちゃうんでですね、詳細はちょっと省きますね。あと P&G ですね、 PG、はい、こちらは 4% すごく上がりましたね。なんと売上ミスってるんですけどね、そしてガイダンスも通年、ガイダンスも通年 EPS 売上ともに、ミスとなってしまいました。はい、売上高はですね214億ドルと、なっていますね。はい、ということで、こんなに悪いんですがなぜか、上昇したとね、皆さんの、市場の分析はねいいぞということですね。なんか発表でもあったのかなと思いますけどね。はい、ちょっと寝坊で調べ尽くすことができませんでした、すみません。はい、ここまで見て、いいねチャンネル登録、まだの方がですねいらっしゃいましたら、ぜひともですねよろしくお願いします。またこれからね使うスプレッドシートは、概要欄からねお求めできますんで、気になる方はですねどうぞ1週間に1回決算記事を、埋め込んでいってますよ。はい、じゃあスプレッドシートで見ていきますね。そういえばここ3年と5年ね、左側に持ってきて今日はちょっと表示してみようかなと思います。はい、これすごいんですよね。3年5年で見たらねめちゃめちゃ上がってる企業ね 2000% とかね、この SMCI なんか 3000% ぐらい上がってますんで、こういう一覧表で見るとね面白いですね。はい、そしてですねじゃあ行きますけども、今日はドル円というかドルはまちまちですかね、それほど動きありませんが、仮想通貨の下落止まらず、ビットコインとイーサリアムマイナス 9% マイナス 15% の1週間となっています。はい、指数は堅調ですね。グリーンゾーンが非常に、広がってますね。はい、そして今日はね、中国株、深セン総合 1% やっとね上がったかなということですけど、インドの、株式時価総額が 4.33 兆ドル、香港が 4.29 兆ドルということで、香港もインドが上回ったとねいうことですね。インド株でも今日は
大型株 2.2% 下がっちゃってますね。そして中国、今日ネットイースとかね、テンセント、中国のゲーム規制当局がオンラインゲームの規制を、ウェブサイトから削除したのでね、上昇と。これも、上昇を後押ししましたね。はい。そしてね、今ね、時価総額とかをね、こうして見るとですね、マグニフィセント、7がですね、ここなんですけどね、すべての国の株式時価総額を上回ってアメリカぶっちぎりということで、もうまさに野球でいうとメジャーリーグですね。はい、アメリカの株式時価総額は、すごいですね。はい、そして今日はコモディティちょっと上昇してますが、原因はほぼ動きなしと。で、CWEB 9.5%、上昇しました。おっと、アークゲノムのなんか、これなんだこれ、出来高がいつもの24倍もあるんだけど、昨日も 5% 上がってたし、なんかゲノムがちょっと動いてますね。はい、あとはですね、今日は 1% 以上動いたのは通信が 1.1%、まあ、トランプさんの、株がね上がってますからね、 SNS がですね、関係あるのか、まあ、ちょっと SNS 系湧いてると。 あと Netflix もねありますね。マグニフィセント7は、若干上昇ということで、この1週間ではテスラだけがマイナス 5% ですね。そして、あとコインベースなどね、ここが昨日格下げを JP モルガンに受けまして、3% の下落となって、1週間で 7% も下がってる。スーパーマイクロコンピューター今日も上がってプラス 40%、 あとちょっと飛び乗り損ねましたね。はい、じゃあ行くか。はい、次はですね、サイバーセキュリティはそれほどでもないかな。このセンチネル1とかね、楽しみなサイバーセキュリティですね。ここは非常に、強いですね。はい、半導体も、グリーンが強い。今日はそれほど動きはなしとなってます。あとはそうだ、通信株ね、ベライゾンがね上がったんですよね。だから、今日 1% 以上上がったのもあるかもしれません。はい、ネットフリックスはですね、映画責任者が、自分の映画を作るために会社を辞めるというニュースは、ありましたね。はい、そして、今日中国株アリババとバイドゥが、7% 以上上がって、強い一日となりました。新興国はブレード 6% 上昇です。はい、あとはストリーミング、ネットフリックス 1.3% ですけど、この、ね、アフターで爆上げしてます。おっと、もうだいぶ時間がなくなってきましたが、ヘルスケアとかも動きはありませんが、グッドアレックス 1.8% 上昇ですね。これは今こう景気後退に向かうとするですとですね、薬をね、安いところ、いやいや薬局ですね、薬局というか病院で処方される薬、値段差がねすごくアメリカはあるので、安いところねピッと探すという意味ではね、デフレ対策になる、株かもしれませんね。今1週間で 6% 上昇、ショットは意外と 22% 1週間でリバウンドですが、1ヶ月で 44% も、マイナスでちょっとへこんでますね。はい、そして、あと航空は、ユナイテッド決算で 5% 上昇、クルーズ昨日からねカーニバルが大きく下げてますが、あんまりどこもニュース出てないんですけどね、27年満期利率 9.875% の、それのシニア発行済み元本全額の償還通知書を発行ということで、短期的な利益の犠牲ということでしょうかね。出来高伴って昨日から、下げ始めているのが気になりますが、また戻ってくるとはね思いますがね、リセッションには弱いでしょうね。ただ他の、旅行よりかはね格安で楽しめるということで人気ではあります。はい、ホテル、レストラン、旅行はそれほどでもないですかね。はい、店舗系もそうない。電気自動車はルシッドが 7% リバウンドしましたね。はい、ちょっとね見れませんでしたね。あとはまあそれほど動きないが、昨日上がったアファームが 5%、 今日は売られましたね。この辺は激しい動きです。生活必需品、素材などは上昇。アルミのアルコアが 6.8% 上昇してますが、まあ、あんまり長続きはしないような気もしますね。はい、エネルギーは上昇となりました。はい、じゃあですね、まだあったジョビーですね、空飛ぶ自動車の、ジョビーなんですけど、ここがですね、エアタクシー充電器をニューヨークに初めて、設置したというニュースが、ありました。1.5% の上昇です。まあちょっとねまだミーム株っぽいんですけど、楽しみですね。はい、じゃあ米国株って本当にいいもんですね。それでは皆さん、さよならさよならさよなら。はい、明日はテスラの決算です。